風の名は、アムネジアは、菊池秀幸による SF 小説作品。1983年10月31日に、朝日ソノラマより刊行。英訳版のタイトルは、A ウィンドネームドアムネジアで、菊池の別作品インベーダーサマーと一冊に、まとめられて、A ウィンドネームドアムネジア、インベーダーサマーという書籍名で刊行されている。いずれもカバーを含めたイラストを、 天野義孝が手がけている。アニメーション映画として劇場公開されたほかラジオドラマ化もされている。アムネジアとは、健忘の意味であり、その名の通りある日突然吹いた一陣の風により、人々が言語や知識を含めたすべての記憶を喪失するところから物語は始まる。文化や文明が崩壊した中、かつての大国であったアメリカ合衆国を横断する一人の、 少年の行方を追う。1990年12月22日公開。現在は DVD やバンダイチャンネル等で視聴できるほか、サウンドトラックも発売されている。199X 年、ジープでアメリカ大陸を旅している渡るは荒廃した夜中のサンフランシスコを走行中に言葉を聞く。そこへ向かうと、 ガーディアンと呼ばれるロボットが記憶をなくした人間の集団を殺していた。渡るは、ガーディアンと対峙し窮地に陥るが別の声が聞こえ、その指示通りにガーディアンを撃ち抜く。渡るはその声の主であるソフィアが、自分以上の知識を持っていることに驚き、アムネジアの風が吹く、前後のこと、大男との対決とジョニーとの出会い、現在世界が、どのような状況に陥っているか。 ジョニーとの別れと旅立ちなど、これまでの経緯をソフィアに語り始める。渡るとソフィアは共に旅をすることになったが、ソフィアは、目的地のニューヨークまでに新たに仲間を作れるかという、賭けを提案する。理由は定かではないが、渡るはそれに同意する。次の訪問地ロサンゼルスで渡るは追ってに、追いかけられていたスーと追ってにより負傷したリトルジョンを、助ける。ソフィアの能力により、 スーとリトルジョンの二人がなぜ追いかけられていたのかを知り二人を旅の仲間に加えようとするが二人は渡るが祝い品を探しに行った隙にソフィアに保安官のバッジと写真を渡しその場を去る後を追った渡るは生贄として捕らえられたスーを助けようと単身乗り込んだリトルジョンと住民との混乱に乗じて 潜入に成功し、スーを助けようとするがスーは暴走した、砕きのみ干す者の攻撃によって命を落とす。渡るは残されたリトルジョンに武器や道具の使い方を教え、リトルジョンが新たな集落の蝶になった姿を見届けて、その場を去る。渡るとソフィアはラスベガスへ向かっている途中、自己修復をしたガーディアンの追尾を受ける。渡るは手榴弾を使って、 ガーディアンを爆破するが、ジープごと掛けから転落し、意識を失う。渡るが意識を回復すると、そこは、エターナルタウンという街の病院のベッドの上だった。エターナルタウンには、シンプソンとリサが住んでいたが、二人は会うたびに人格が、変わっていた。不思議に思った渡るは再会したソフィアと共に市長に、憤したリサになぜ演技をしているのかといって出す。リサとシンプソンは、 アムネジア依頼外を管理するビッグコンピューターに操られており、渡るとソフィアに対して武力を行使して街に残るよう脅すが、ソフィアの能力により失敗に終わる。渡るはビッグコンピューターに操られていないリサと共に旅に出ることにするが、リサは旅に出ることを断った。シンプソンの身を案じて残ることを決意し、渡るはリサを連れて行くことを断念する。ラスベガスを通り、 無事に、目的地であるニューヨークに到着した渡るとソフィアで、あったが、そこで3旅ガーディアンに襲撃される。追い詰められる渡るであったが、罠を駆使して、ガーディアンの完全破壊に成功するも意識を失う。そして、目が覚めると、ソフィアの正体が明かされ、アムネジアの風が吹いた経緯と賭けの結果を知った渡るは、最後の審判が下る前に、ソフィアと別れ、 ジョニーとの約束を果たすべく再び旅立った。ありがとうございます。